スノーマンメグロハス主演のトリリオンゲームが歴代最低視聴率を更新。平野耀との対決で敗北。日本のテレビドラマ界において連続ドラマの視聴率は常に注目の敵です。最近 TBS 金曜ドラマ枠で放送中のトリリオンゲームが歴代最低視聴率を記録し、その際が注目されています。本記事では この驚きの展開について詳しく検証し、主演のスノーマンメグロハスと元キング、リンチェの平野仕様との対決に焦点を当てますマップス。現在、TBS 系列で放送されているトリリオンゲームは漫画大賞2022で選ばれた人気コミックを原作とした作品です。 物語は、正反対の二人、春、目黒蓮、戸学、佐野優斗がゼロから起業し、1兆ドルを稼いで世界を手中に収めるという野心的なプロジェクトに挑む姿を描いています。 初回放送時の視聴率は7.4%と吉見スタートを切りましたが、その後のエピソードでは徐々に視聴率が下がり、第7話の視聴率は4.9%にまで落ち込みました。これにより、全話の平均視聴率は5.55%となり、歴代最低を更新する結果となりました。 これまでの TBS 金曜ドラマ枠の最低視聴率は2016年に放送された向井治主演の神の舌を持つ男で全話平均5.60%でした。トリリオンゲームはこの記録を抜いて同枠の史上最低の視聴率を叩き出しましたと芸能ライターが指摘しています。 これまでの高視聴率作品と比較すれば、フェアな評価が難しいかもしれませんが、近年のドラマと比較しても、トリリオンゲームの視聴率は極めて低い水準であることは明らかです。特に厳しいのは、元、キング、リンチェプリンス、平野仕様との対決で敗北した点でデプス。昨年秋に TBS 金曜ドラマ枠で放送された平野主演の、 クロサンギは全話平均7.4%の高視聴率を記録しました。トリリオンゲームとの大きな差異が浮き彫りになりました。クロサンギは山下智久主演で大ヒットした作品のリメイクというアドバンテージがありましたが一方で過去の作品と比較されるディスアドバンテージもあった。一方でトリリオンゲームは最近話題の人気漫画の実写化という利点を持っていました。 そのため、この競争はメグロハスにとって有利なものであるべきでした。しかし、実際の視聴率はそれとは対照的であり、ジャニーズ事務所は難しい局面に立たされているでしょう。と芸能ライターはコメントしています。平野紫耀は以前、ポスト木村拓也として高く評価されていましたが、ジャニーズ事務所を離れた後、メグロハスがその後継ぎ者として急遽登場しました。 しかし、このドラマでの低視聴率から見て、彼にはかなりのプレッシャーがかかっていた可能性があります。結論。トリリオンゲームが歴代最低視聴率を記録し平野紫耀主演の黒詐欺に大きく差をつけられたことは日本のテレビドラマ界における注目の話題となっています。 視聴率低下の要因は様々ありますが、メグロハスとヒラの仕様の対決が特に注目されています。今後、どのようにこの状況が収束するのか、ファンや業界関係者の期待が高まっています。ジャニーズ事務所とともにメグロハスが再び高い視聴率を獲得する方法を模索することが求められています。